にゃーにゃがまた来てくれました。にゃーにゃさん、こちらお顔見せていただけますか。にゃにゃ、よっしゃ、これを今から焼いていきますね。嫌だって言ってる。にゃーにゃー。いやー、かわいい。一週間後のにゃーにゃーさん。一週間後はこんな風にかさぶたになってます。ご本人も舐めることなく気にしなくなったということで、よかったですね。かさぶたが自然に剥がれるまでちょっと待ちます。えらいぞ、にゃーにゃー。頑張れ、にゃーにゃー。にゃーにゃー。にゃーにゃーって見せてー。かさぶたが剥がれていい感じですね。でまだしこいが残ってるので今日も焼いていきます。もうちょっと扁平になる予定です。こんな感じで今回も焼きました。またね、このかさぶたが取れる頃にねチェックしたいと思います。にゃにゃ、よく頑張ったよ。お疲れ。やだーってなってる。えらいぞー。お疲れ様。にゃにゃさーん、にゃにゃさん、にゃにゃさん、腕見せてくださいね。すごくいい感じですね。いいね、だいぶ平たくなってきましたね。しこりの感じが減ってきましたよ。もうちょっとやりましょう。今回はこんな感じですね。にゃにゃ、またね。にゃにゃ、またね。もう帰りたいね。にゃにゃ。にゃにゃ、頑張ってるよ。偉いよ。かわ
じゃあてってのね具合を見ていきましょう。よいしょ。だいぶね良くなってきたみたいで、こんな感じ。すごい小さくなった。そしてとても平たくなりました。触るとやっぱりまだ少し硬い部分があるので、ここの組織ももうちょっと焼いていきます。塩のね細胞がまだ残ってるので、ここの部分をちょっとまたお灸でね焼いていきたいと思います。ねんにゃ頑張ろう。ねんにゃよく頑張ったよ。こんな感じでまた焼きましたので、また後日どうなっていくか見ていきたいと思います。にゃにゃお疲れ。にゃにゃ頑張ったじゃん。すっごい怒ってる頑張ったよ。お疲れ様でした。帰りましょう、はい、吸い込まれていく。よいしょ。いいですね、かなり。かわいいかわいい。にゃにゃの手がだいぶ良くなりましたので、もうどこにあるか一瞬わからないぐらいね。すごい綺麗になった。にゃにゃよかったね。こんな感じですごいちっちゃくなりました。よかったです。にゃにゃさんは腎不全なのでね、なかなか麻酔がかけられないので、ちっちゃな手流とかであればこんな風にお灸で焼くっていうのもいいかもしれないですね。うちではこんな風にして麻酔がかけられない猫ちゃんやワンちゃんに対して体表にできて、こう舐め壊しちゃうよっていうような腫瘍に関しては焼いたりするっていう処置もやったりしてます。デメリットとしては腫瘍が何だったのかわからないっていうのと、悪性腫瘍だった場合は対応がほとんどできないっていうところですね。一応にゃにゃさんは FMA で針で細胞診をして良性の腫瘍だったっていう確かめてはいるので、呼吸で焼いてこんな風な感じで処置したというとこですね。舐めちゃってね、かわいそうになってたので良かったです。にゃにゃお疲れ様でした。絶対にこっちを向かないぞっていう見て、かわいいじゃん。かわいいね。にゃにゃお疲れ様でした。あ、かわいいかわいい。にゃにゃありがとう。にゃにゃでした。